ボンジュール、今日です。今日の絵と歌とにようこそ。コロナに負けずナンバー2をお届けさせていただきます。2回目の絵は探し物という F50 号の油絵です。歌はシャンソンの生きる時代というジョルジョ・ムスタキの作品です。まず、絵についてお話をいたします。険しい岩場に立つと皆さん遠くの海を見つめます。いつまでも光る海を見ています。光る海を前に振り向く少女は何を見つけたのでしょうか。笑ってはいませんね。後ろの妹ちゃんはまだ夢中で穴の中を覗き込んでいます。遠くで寄り添うカップルさんたちはどんな光を見つけたのでしょうか。一塊のファミリーは何を祈ったのでしょうか。みんな何かを探しています。広く大きな光る海を見つめて、そんなある日の城ヶ崎海岸を描きました。次に歌についてお話しさせていただきます。この生きる時代という曲は、1968年5月にフランスで起きた5月革命をテーマとして作られた曲です。5月革命がきっかけとなってドゴール大統領は退陣したと言われております。アメリカではベトナム反戦運動が盛んであり、世界中が揺れ動いていた時代でもありました。では、生きる時代、お届けいたします。愛するあなた、私たちは同じ時代を生きている。歴史の中のほんのわずかなとても短い今を時は過ぎるあまりにも早く限りある時間限りある命あなたを縛る鎖を解いて生きることを夢見よう。いつかすべてが変わる日が来る。それが明日へきっとつながる。私はあなたを愛し続ける。あなたは自由。何でもできる。私は生きたい。もっと自由に、すべてが心のままに。私はあなたを愛し続ける。あなたは自由。何でもできる。愛する
あなた、私たちは生きることをこの手で掴もう。いつかすべてが変わる日が来る。それが明日へきっとつながる。私はあなたを愛し続ける。あなたは自由。何でもできる。ラララララララ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 。ラララ。これで今日の絵と歌とナンバー2を終わります。次回の絵は恋人たちという油絵です。歌は有名なシャンソン愛の賛歌です。さあ皆さん光る海へ一歩を踏み出しましょう。ご視聴ありがとうございました。ではアデュー。